はい、皆さんこんばんは、おじいさまです。いろんなゲーム機で遊んでいますか？ずっとねご紹介しておりますこちら GMK のナックボックス、こちら海外の EC サイトのバングッドさんの提供でお送りしておりますが、本日もね引き続き紹介していきます。前回ねエミュレーターテストをもうドカドカドカッとね一気にやりましたけども、お次はまあこれもね気になってる方も多いと思うんですが、 Steam のゲーム、まあパソコンゲームがどれぐらい動くのかっていうところをちょっとお見せしようと思います。まあはっきり言ってね、これぐらいの性能じゃはっきり言って厳しいんですけども、でもまあその中でどういったゲームがどの辺まで動くのかっていうのをお見せできれたらなと思います。よかったら参考にしてください。それではねパソコンゲームの方のエミュレーターテストの方を、どうぞ。
おい、戻そう。すぐ、すぐ。はい、いかがだったでしょうか。ズバズバズバッとね、見ていただきました。こちらの商品は、GMK ナックボックスです。こちら海外の EC サイトのバングッドさんの提供でお送りしてきましたが、どうですかね。まあ、なんていうか、やっぱり最新のゲームは当然動かないですし、昔のゲームでもやっぱ重いゲームっていうものは難しかったです。で、ちょっと僕の使ったポータブル液晶と、まあ相性がもしかしたら相性の問題もちょっとあるかもしれないですけど、例えばストリートファイター4とかは、そこまで、まあ、ゲームね、画面見てもらっても、そこまでむちゃくちゃ重いっていう感じではないんですけども、その、オルトエンターですね、普通のパソコンゲームでよくある、フルスクリーンにすると突然 BGM が消えてしまうとか、この辺はグラフィックドライバーなのか、オーディオドライバーなのか、やっぱり処理が追いつかなくて音を消すのかっていう、その辺はちょっとわかんないですけども、スカイリムのスペシャルエディションの方も、まあ、当然あれはもうカクカクですけども、まあ、BGM が鳴らないっていうことになってたんで、まあ、処理落ちでそこを再現できないのか、ソフト側で切ってるのかっていうのはちょっとわからないですけども、そういう症状が起きてました。ただしね、野球ゲームとか、あとは昔のスティームのゲームじゃないですけども、ちょっと古いですけども、セガラリーとか、その辺は結構普通に遊ぶことができたので、まあ、昔のね、軽いゲームなんか、やっと全然いけると思います。まあ、エイジオブエンパイアとかね、ああいう風な、俗に昔のパソコンゲームだったら動きますけども、その他のスティーム系のゲームはあまり期待しない方がいいかなという結果が出ました。まあ、結構参考になったと思います。それでもね、やっぱりラークボックスなんかと比べると、ちょっと動きはやっぱこっちの方がいいのかなっていうのは、やっぱ体感として、ありますので、まあ、その辺は、次回の、総括の方で全てまとめて、じゃあこの、GMK のナックボックスってどういうもんなのかなっていうのは、もう今日までね、もう結構この子もね、手のかかる子で大変でした。この Steam のゲームも、準備から実行までなかなか大変やったので、もう結構いろんなこと感じ取ることができたので、そういうものを総括して、まあ、金額に対するコスパとかっていう結果を、まあ、述べていこうと思いますんで、またお楽しみにしてください。こちらの、GMK ナックボックスの方は、海外の EC サイトバングッドさんで発売中です。今回もおじいさんのところ限定でクーポンコードを出していただいております。金額が 19,705 円。クーポンコードの適用でこちら GMK ナックボックスが 19,705 円ということで、ね、かなり、コスパはいいと思います。お買い得な金額になってますので、よかったらご利用ください。で、クーポンコードの方はおじいさんの動画の下の概要欄のところにありますので、そちらを利用してください。でですね、実は今日コメントで、クーポンコードを昔、そのまま入れたらダメだったんだけど、なんかその小文字で入れたらいけましたっていう方おられたので、もしクーポンコード、あれ、おじいさんのやつ間違ってないのに、入れへんぞっていう時は、手打ちで僕の文字を、まあ、打って、コピペするんじゃなくて、自分で僕の文字を見て、打ってみるっていうのもいいかもしれないです。もしかしたら、バングッドさんからこれ来た、連絡をそのまま貼り付けてるんですけども、もしかしたら向こうが、中国語かなんかをそのまま、大文字のまま、英数打ってるってことがあるので、今後ちょっとそれうちも手打ちで打ち直そうと思いますので、次回以降は。もしクーポンコード効かないよってしたら、僕のやつを見て手打ちで、まずは大文字でやってみて、それでもダメだったら手打ちで、半角小文字で、打ってみてください。あと、このナックボックスがですね、実は2種類販売されてまして、ヨーロッパ版と、アメリカ版ですね、があります。で、アメリカ版の方を選ばないと、コンセントの形状が違いますので、そこはご注意ください。あと、バングッドさんの方が、ドルの、本来はドルの金額表示で販売されていて、僕が、この動画を作るときですね、一番初めのときに、為替相場で変換して日本円にしてますので、ドルと為替の変動によって金額が若干前後することはご了承ください。あと、バングッドさんが、数百円の送料がかかります。多分これは送料かかる商品で、たまにかからないやつあるんですけども、これは、かかるやつだと思いますので、送料が若干かかるのと、あと自動で送料保険というものがついてますので、それチェック外すと、少し安くなります。ただし送料の、配送に対する保険が効かなくなりますので、送料保険じゃごめんなさい、配送保険ですね。効かなくなるので、基本的にはつけてることをお勧めします。あともう一つの注意事項が、よくね、クーポンコードが効かない、たまにコメントくるんですが、もしかしたらログインしてない、またはサインインをしてない、アカウントを作らずに購入されたら、
クーポンコードが適用されない恐れがありますので、必ずアカウントを作って、ログインして、で、住所情報を全部入れて、それからクーポンコード最後に入れてください。これで必ずね、適用されるはずです。あとは先ほどお伝えした、どうしてもそれでもダメな場合は、手打ちで、コピーでするんじゃなくて、手打ちで半角英数で打ってみてください。はい。ということで、次回は総括していこうと思いますので、お楽しみください。この動画で初めておじいさんのことを知ったよって人はチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。